半分じゃ絶対わからんから単独で動画作る予定になったヘルマン・ゲーリング装甲師団解説始まるよ。師団の歴史をたどると最終的に1933年まで遡れるが、とりあえず今回は装甲師団として活動する1943年以降について述べる。43年5月、師団の前身であるヘルマン・ゲーリング旅団がドイツ・アフリカ軍団と共に連合国に降伏。これを受け、当初の予定もあり、師団名の由来にもなったモルチューデブが残存部隊よりヘルマン・ゲーリング装甲師団を編成。師団は6月半ばに連合国軍の上陸が予想されるシチリア島に配置された。7月10日、連合国軍がシチリア島に上陸、事前に偽物の死体の偽情報をつかまされたドイツ軍は多くの兵力をギリシャに転用したため兵力が不足。ドイツ軍とイタリア軍の間に圧力があった。そんな状況の中でも師団は10日と11日にイタリア軍と共同で反撃を実施するも艦砲射撃に阻まれ失敗。イタリア軍の多くが降伏する中、ドイツ第一航下傭兵師団が奮戦しなんとか連合国軍の進撃を阻止。その間にドイツ軍はイタリア軍を指揮下に入れ、絶対に備え30の防衛線を構築。だが3本のうち2本が8月6日までに突破され、さらにムッソリーニが7月25日に失脚しイタリアが単独講和する可能性が出てきた。事態は深刻であり即座に島から脱出する必要がある。すでに脱出に備えメッシーナ海峡には200門近くの対空砲が展開しており、付近の艦艇がかき集められている。8月11日、全面的な撤退作戦が開始される。師団は撤退におけるしんがりを務め、特にゲーリング戦車連隊第2大隊は最後まで連合国軍と交戦していた。師団の奮戦のおかげもあり結果として約14万の枢軸軍が撤退に成功、師団自身も大きな被害を出すことなく撤退に成功した。だが9月9日に連合国軍がされるのに上陸、師団は反撃に出るもここでも艦砲射撃に追い返される。ドイツ軍は度重なる上陸を受けローマ以南のイタリア領の放棄を決定。師団は北へ撤退、またイタリアが降伏したことから、この知らせが軍に届く前に師団はイタリア軍の武装解除にも参加した。また興味深いことに2人の士官がモンテカッシーの修道院の美術品の避難を決定。ゲーリングによる略奪だと勘違いした親衛隊や先憲兵が士官を逮捕しようとしたり、軍事目的以外で装備を使用したため裁判にかけられそうになったりといろいろあったが、最終的にこの動きは認められ多くの美術品が戦火を逃れることになる。艦は9台、優位な連合国軍に対し師団は他のドイツ軍部隊と共に地対戦闘をしながらローマの北まで後退。4月、師団は再編成され同時に名称を第一航下装甲師団、ヘルマン・ゲーリングに改名。なんだよこの名前神聖ローマ帝国かよ。7月には師団は東部戦線に転用され、快進撃を続けるソ連軍の対処をすることになる。8月、師団はソ連軍の攻勢停止の一員ともなったラジミンの戦いに参加し勝利を収める。9月、師団の一部が抽出され姉妹師団である第2降下装甲敵団兵師団、ヘルマン・ゲーリングの編成に当てられ、行動を共にする。だがソ連軍の攻勢が再び始まると第1はワルシャワ、第2はオストプロイセンに送られ、後者は包囲され命からがら回路で脱出、オーデルイスは攻勢で反壊した前者とシレジアで合流。45年4月、師団はバウ戦の戦いに参加、ドイツ側は戦術的な勝利を収め、ソ連軍に10倍の損害を強いる。しかし戦争最末期に局地的な勝利を収めることに意味はなく、師団はドイツの無条件降伏とともに降伏。一部の兵員が連合国軍支配地域に逃れようとしたもののそのほとんどがソ連軍に投降。戦争犯罪者とみなされた空軍は親衛隊の人員ともども、強制労働に送られその多くが二度と祖国の地を踏むことができなかった。大戦を通して、ヘルマン・ゲーリング装甲師団は中期以降に編成された他の空軍師団と違い、まさしく精鋭であり連合国やソ連に苦戦を強いた。だがその活躍がソ連の憎悪をかきたて、自らの首を絞める羽目となった。終わり、閉廷。